おはようございます。サーバーアクスの加藤です。 AWS 専門インテグレーターサーバーアクスにてエンジニアの傍らプログラムや動画やらいろんな形で AWS の情報発信を行っております。さて毎日 AWS 放送、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter でハッシュタグサバーにて投稿をお願いします。はい、ということで今日も毎日 AWS 放送やっていこうと思いますですね。ちょっと今日朝1でお知らせがございましてですね、Amazon Connect に関するお知らせなんですけれども、 Amazon Connect の CCP、ソフトフォンって言われるものですね、使ったことがある方はわかると思うんですが、このコネクトってまあ電話のサービスなので、こう電話のなんて言うんだろう、こう画面が表示できてボタンプッシュして電話かけてみたいなことをこうソフトウェアでできるんですけど、それが今バージョンの1とバージョンの2っていうのが出ているんですね。で、そのバージョンの1が使えなくなってバージョンの2に自動的にアップデートされるっていうような情報が入ってきています。で、時期につドキュメントもあって、そちらには時期について明確な記載はないんですが、どうやら CCP のバージョンの1をコネクトのインスタンスを持っている人なんですかね、にはメールでのお知らせが届いていて、そちらには7月の中旬から下旬ぐらいの日付が記載されていました。ちょっとこの期間っていうのがどれぐらい正確なものなのかというか、もしかしたらユーザーによって変わったりするかもしれないんで、とにかく7月の中旬以降とかで V1 に自動的にアップデートがかかるっていうのがあるみたいです。なので、これからコネクト作ろうっていうような人たちは基本的には V1、V2 の方を使ってもらえばいいかなと思いますし、もし今コネクトすでに使っているっていう方で V1 を日常的に使っているっていう方がいらっしゃったら、影響がないかとか、あとは V1 から V2 に移行するっていうこともちょっと考えておくといいかなと思います。ちょっと使い勝手とかがいろいろ変わってくるみたいなので、早めに慣れておくっていうのもいいかもしれませんという情報でした。はい、ということでですね、オープニングはここまでにして、早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は6月の19日、8件のアップデートがありました。一つずつ見ていきましょう。ではまず一つ目。Amazon ピンポイントでインドに SMS メッセージを送信するためのインターナショナルロングディスタンスオペレータールートをサポートするように。で、最初はピンポイントのアップデートですね。まあ、ピンポイント自体はメールとか SMS とかプッシュ通知とかでキャンペーンの送信とかができるようなサービスになっていますが、これがですね、インドに SMS メッセージを送信する用のサポートを行うようになったっていう形です。これアップデート見るまで全然知らなかったんですけど、インドの通信規制当局の方で商用に SMS の送信をするときに規制をかけているみたいなんですね。で、それがユースケースを伝えて送信者の ID っていうのを登録してあげるか、今回発表された ILDO ルートっていうのを使用するかっていうのの方法を使うと送信ができると。逆に言うと、それをしていない人が送信しようとすると規制当局の方からブロックされるっていう形になっているようです。なので、もしインドの人たちに向けて SMS メッセージを送るっていうようなことがあったら、まあ、こういうのがあるんだなっていうのを覚えておくといいんじゃないでしょうか。はい、では次行きましょう。 Amazon RDS on VMware がリードレプリカをサポートということで、今度は RDS on VMware ですね。オンプレミス環境の VMware で RDS が動かせるよっていうようなものになっていますが、こちらがリードレプリカのサポートをしましたというアップデートになっています。ただいくつか制限がありまして、RDS on VMware は MySQL、Postgres、SQL サーバーに対応しているんですが、リードレプリカの対応は Postgres と MySQL のみ。で、さらに Postgres は 10.9、10.10、MySQL は 5.7 に対してサポートがされているようです。で、また、DB インスタンス1つにつき作れるレプリカは1つまでっていう制限があったりとか、あとはプライマリーのインスタンスとリードレプリカの両方ともオンプレミス環境でないといけないみたいないくつかの制限がありました。なので、この辺を押さえつつ使いたいという方はこちらの、アップデート、使ってみるといいんじゃないでしょうか。ということで次行きましょう。 Amazon Connect が
より高品質で自然なテキストの読み上げ音声をサポート。はい、ということでコネクトの中で使うポリーのアップデートというか、やっぱりコネクトのアップデートって言った方が正しいですね。まあ、Amazon コネクトって中でテキストの読み上げをすることができるんですね。自動音音声とかでよく使われる、なんだ。ちょっとパッて例が思いつかない。この音声は品質向上のため録音していますとかしか今パッと思いつかなかったんですけど、まあ、ああいうやつを、ポリーに食わせて音声を読み上げさせるっていうことがコネクトではできるんですけれども、そこでポリーの読み上げのエンジンとしてニューラルテキスト読み上げっていうのが利用できるようになったっていうアップデートになっています。もともとポリーには英語音声ではニューラルテキスト読み上げっていうのがちょっと前にアップデートとして出てきていて、これは通常の読み上げに比べて機械学習を使ってよりこう滑らかな自然な発声をしてくれるっていうようなものになっているんですけれども、これがコネクトからオプションとして選べるようになったよっていうアップデートになっています。ただもともとそのニューラルテキスト読み上げっていう自然な発声は英語、スペイン語、ポルトガル語の英語、スペイン語、ポルトガルと、ポル、英語、スペイン語、ポルトガル語の一部の音声モデルに対してのみ対応しているので、日本語はまだという形になります。ちょっと僕の滑舌がガバガバすぎてひどいんですけど、ちょっと頑張っていきます。はい。はい、ということですね。なので、太陽リージョンもバージニア、オレゴン、シドニーのみになっていますね。ちょっと東京リージョンとか日本語の音声モデルにはまだ対応していないみたいなので、まあこれからっていうところなんでしょう。まあでも結構コンソールで聞き比べてみると面白いですね。はい、では次行きましょう。AWS エレメンタルメディオライブがライブチャンネルの入力切り替えを改善。ということで、今度はエレメンタルメディオライブ、ライブ配信の、まあ、サービスですね。ストリームデータを受け取って配信をするようなサービスになるんですが、それがスケジュール機能という機能をもともと持っていましたと。これが多数の入力をスケジューリングして切り替えることができるような機能になっていて、例えばライブ中継中にCM を流すとか、まあ、そういったやり方、そういった放送をするときに使えるような機能になっているんですけれども、これが、スイッチ、実際にその入力を切り替える前に別の動画を事前に読み込んでおくっていうようなことをするようになったみたいです。それによってスイッチ時に、スイッチした後に読み込みを開始するとちょっとラグが、再生されるようなラグが発生してしまうんですが、それが解消できるっていうような形になっています。まあ、ざっくり言ってしまえば複数の入力をスムーズに切り替えできるようになったっていうようなアップデートですね。はい、より便利にこうライブ配信ができるようになっていくというような形になっています。はい、では次行きましょう。 LX で AWS クラウドへの移行という新しいデジタルコースを発表。はい、今度はデジタルコース、以前ねコーセラーの話をしましたが、今度は LX ですねに、AWS クラウドへの移行、英語のコンテンツなんで英語名は Migrating to the AWS Cloud ですねという自習用のコースが発表されたようです。内容的にはデータベースとアプリケーションの移行の違いや様々な移行オプションについての説明、 AWS スノーボール、スノーモービルについての話や、ストレージゲートウェイ、データマイグレーションサービス、スキーマコンバージョンツール、クラウドエンジャーなどなど、まあ利用可能な移行用のツールとかリソースっていうのについても学べるような内容になっているみたいです。で、受講自体は無料なんですが、修了証みたいなものをもらおうとすると49ドルかかってくるみたいです。言語は英語のみなので、まあ日本語は選べないけども、内容的には結構いろいろと含んでいる感じがして面白いので、マイグレーション、クラウドへのマイグレーションっていうのをちょっと学んでみたいなっていう方は見てみるといいんじゃないでしょうか。じゃあまた次行きましょう。 Amazon オーロラグローバルデータベースがリードレプリカ書き込み転送をサポート。はい、今度はオーロラですね。オーロラグローバルデータベースっていうのが、
単一のデータベースをこう複数のリージョンにまたがって運用できるようなものになっているんですが、それのリードレプリカの方に書き込みを送信するとプライマリーの DB の方に送ってくれて、そっちでライティングしてくれるっていうような機能がついたサポートされたようです。でネットワークの設定についてはオーロラの側でやってくれるみたいなので、まあ、こちらとしてはその転送オプションっていうのをオンにするとそれが使えるよっていうような形になっているようです。はい、では次行きましょう。 AWS エレメンタルメディアコンバートが NextGuard を使用したフォレンジック電子透かし機能をサポート。はい、今度はさっきはメディアライブでしたけどメディアコンバートの話題ですね。メディアコンバート自体はメディアファイルを配信したいような方式に変換してくれる、例えば普通の録画ファイルをストリーム配信用の形式に変換したりとかっていうのに使えるサービスになっていますが、これにフォレンジック電子透かし機能っていうのがついたと。これまたアップデートしるも、調べるまで知らなかったんですけど、コンテンツの不正利用の対策のための電子透かしっていうのがあって、それを使うと、まあ、コンテンツに特定の情報を埋め込んでそれがオリジナルなのかコピーなのかっていうのが判別できるようになるっていうようなものになっていますが、それをオプションオンにすることでそのフォレンジック電子透かしっていうのが入れられるようになったっていうようなアップデートになっています。でメディアコンバートのオンデマンドジョブのアドオン機能っていう形で提供されるみたいで、コンソールじゃないドキュメントを見てみた感じだと分数あたりパーミニッツで料金がかかってくるような形になっていました。こんな感じでね、さらっとこう追加機能をオンにしただけで使えるようにしてくれるのはありがたいところですね。はい、じゃあ次行きましょう。最後のアップデートになります。 Amazon Redshift Materialized View が外部テーブルをサポート。はい、最後は Redshift の話題で、Materialized View、 これはデータベースにおける普通のビューに概念としては近いんですが、 Materialized View の場合は SQL とかクエリをかけた結果を保持してくれるようなものになっていて、データ更新時にはリフレッシュは必要ですが、まあ、変化の少ないようなクエリだったりとかだと素早く結果が得られてパフォーマンスが上がるよっていうようなものになってますと。これが外部テーブルをサポートしました。で外部テーブルって何かっていうと、まあ、例えばスペクトラム、Redshift のスペクトラムっていう機能を使うと S3 のデータを参照したりできたりとか、あとはフェデレテッドクエリーの機能を使うと RDS のデータを参照したりとかっていうのができて、こういったRedshift外のデータを保存しておくようなテーブル、保存しておくようなものを外部テーブルと呼んでいるんですが、この外部テーブルにマテリアライズドビューが対応したという形になります。だから S3 のデータを参照したもの、クエリー結果を、保存してキャッシュしておいて、実際そのビューをにアクセスした時に素早くそのキャッシュからデータが受け取れるみたいなことが可能になったっていう形になっています。はい、ということで以上8つ本日のアップデートを紹介させていただきました。はい、インドの SMS メッセージの話とかはちょっと知らなかったので普通に面白かったです。あとはそうですね、コネクトの話題もなかなか良かったです。コネクトはどうしても読み上げ音声という文脈自体そうではあるんですけど、お客さんとかが話を、ね、聞くコネクト電話かけてそのサポートセンターの自動応答とかっていう形で使われたりすることが多いので、発声が自然であることっていうのは結構大事な場面も多いんですよね。って考えるとニューラルテキスト読み上げっていうものによってより発声が良くなっていってくれると、活用しやすさっていうのはまあ上がっていくだろうなというのはありますね。だからこそ日本語対応を頼むっていう気持ちにはなりますけど、今だと SSML で言語の読み上げここを早くとか強調してみたいなのを定義するファイルがある、ファイルというか、マークアップ言語があるんですが、それを使って頑張ってこう滑らかな感じにやってあげなきゃいけなくて、こう多分初音ミックの音をこう綺麗に合わせるみたいなのに近いと思うんですけど、まあなんかそんなのが必要になってきたりとかしてきちゃうんで、あ、そうですね、なるべくニューラルテキスト読み上げ日本語にも早く対応してくれると嬉しいななんていうのは思いつついう感じで、では今日の放送は以上にさせていただこうと思います。
繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter にてハッシュタグサバワーで投稿をお願いします。ではまた明日、毎日 AWS お楽しみに。ではでは。